おめえさんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらロイヤルオークノーチラスを使って協調チャレンジやっていこうと思います。はい、多くね、ハズレたノーチャラ言われてますけども、パズルがちょっと難しいだけで性能的にはめちゃめちゃ強いのね。今日はオークを使って、協調チャレンジ殴っていきましょう。まず進化、変身前ですね。スキブ5の27ターン変身のキャラです。8ターン回復2倍で変身で、まあ、10強3つ L 字持ってて6ターンで変身できます。変身後がね、バインド封印指10強4つに L 字2つ。今回武器で L 字2個積んでるのって、これが625倍かける、L 字4つ持ちなんで、倍率としては、大体多分5000倍とか出るのかな。火力はかなり高いと思います。はい、でスキルは上限80億に HP30% 回復、ランダムで水木闇を3個ずつ生成が2ターンスキルです。まあ、どうしてもね、 HP30% 回復だったりしたりとかね、ちょっとね、ウルトランに比べると弱いところはあるんですが、それでもね、 30% 回復もありますし、上限80億で火力的には、ね、なんならノーチャラスの方がね、上限値は高いので、まあ、今日はこちらのノーチャラスを使っていきます。特にリーダースキルはね、レアリティ全員違う場合、全パラ5倍、水、木、闇の同時で攻撃力8倍、3コマ加算固定ダメージを持ってます。全パラ5倍だよ。リダフレで全パラ25倍、火力も高い。こんなん強いに決まってるやろ。ってことで、今日はロイヤルノーチャラスを使って、強調やっていこうと思います。編成こんな感じです。はい、紹介していきます。リダからです。ロイヤルオークノーチャラス、遅延2つ、リダチェン体制に甘粒機継承です。甘粒はプリムで代用可能で、採用してもらっても問題ありません。最悪 L 字2個武器で代用できればいいので、手塚武器みたいな感じで L 字2個武器で代用してあげてください。でチャコルです。暗闇耐性プラス、遅延4つに闇軽減プラスです。闇軽減プラスはなくてもいいですが、あればあるほどボスが安定します。で武器はアレキサンダー武器継承ですね。はい、これは序盤の遅延要因で使っていくのと、あとは泥鏡対策です。 HP 盛りでも使えます。アレキサンダーに関しては、花嫁ブリキッド、正月ルティナとかっていうね、スキブプラス4ターンチェーンの武器で代用してもらって問題ありません。でパティです。パティは遅延に闇軽減3突してあげてます。でベルダンディ武器継承ですね。同じく闇軽減に関しては代用できます。これは自由にしてください。まあ、ちなみにパティチャコルはね、キャラの代用はありません。ここはご了承ください。で武器のね、ベルダンディに関しては、指、スキブ、キドロキョウ4つ持ちっていうね、まずドロキョウが漏れる武器であること、そしてかつスキルブーストを持っていることで、余裕があれば無効貫通スキルなら強いです。まあ、この無効貫通スキル条件は満たしてなくてもいいので、無効貫スキルない人は全然これじゃなくてもいいですが、まあ、一応スキルプラス泥強は積んであげてください。でカズ、遅延2つにお邪魔目覚め耐性、そしてこちらウルト武器継承してあげてます。ウルト武器はお邪魔耐性武器と、あと泥強ですね。でお邪魔耐性はなくてもいいんで、泥強をとりあえず優先して積んであげてください。もしステータスとか足りてない場合は、ここで持ってあげて OK です。お邪魔耐性はあるとボスが少し楽になります。チョパー、スキルブーストプラス、遅延4つに回復強化2突、そしてアイアンマン武器継承です。アイアンマン武器はね、10連ガチダル武器で代用できますが、シェヘラーザードドラゴンが罪になるんで 33% で負けになります。はい、で、チョッパーに関しては珍しく代用があって、10連セレス、アメノウズメ等で代用可能です。消せないか、クセ無効回復があるスキルなら全然大丈夫なんで、あとは回復力漏れるチョッパーが強いってことで、一応チョッパー採用してあげてます。あとスキブ6だしね。でラスト、フレンドです。オークノーチェラスですね。こちら遅延4つに神キラーとバランスキラーがおすすめで、雨粒武器継承してあげて L 字火力出している編成になります。はい、という感じの編成ですね。今日はこちらのロイヤルノーチェラ先生を使って協調チャレンジやっていこうと思います。多く弱いとか言われてるけど、めちゃめちゃ強いからね、実際に使っていこうと思います。やっていきましょう。今回ですね、こちらの1パターン目の編成を使って動画撮影していくんだけど、もしねこれ全く組めないって人は、一応2パターン目の編成も紹介しておきます。はい、こんな感じのオーク編成ですね。こっちの編成は、まあ、ポルナレフ使って、その代わりコンボ加算をね、ウソップで対策している編成になります。で、ポロネトーム使ってるので、パティ難民の人も組めるかなという風になっております。まあ、結局ね、ロイヤルオーク自体が最適性クラスってわけではなくて、やっぱりね、ウルトナが最強なんで、もちろんウルトナ使った方が楽に勝てるんだけど、まあ、全然こっちのね、ロイヤルオーク編成とかね、1パターン目の編成を使ってもらっても、言うて、協調チャレンジ自体は勝てるかなと思います。とにかくね、ロイヤルオークが弱いんじゃなくて、トゲが強すぎるんだよね、ロイヤルオークに対して。まあ、今日はこちらのロイヤルオーク編成を使ってね、ごめん、こっちの編成は2パターン目の編成として紹介しておきます。今日は1パターン目の編成を使って実際に使っていきますんで、もし組めない人はね、よかったらこちらの編成も参考にして挑戦してみてください。じゃあ実際にやっていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。ロイヤルね、立ち回りとかもちょっと難しいし、パズルも難しいんだけど、性能的には全然強いからね、どうにもなると思う。やっていきましょう。まずは1階層、カーズ、フレンドロイヤル、変身、アイアンマン撃ちます。
ノーチャラス打ってパティ打って、あやべ先チャコル打たなきゃダメだった。まあいいわ、1コモ組みましょう。先チャコル打ってからパティ変身です。まあ別にチャコルの軽減ループは遅くなってもいいですが、まあ、早ければ早い方がいいので、余裕があれば先パティ打ってください。あ、先チャコル打ってください。であとはこんな感じで、L 字組みながら殴っていきましょう。ロイヤルオークに関してはもうまず道中は基本水 L 字が最強です。こんな感じで簡単にぶっ倒せます。水 L 字で破壊していきます。で2階層です。ここもしっかりとノーチェラス打ってワンパンしていきましょう。2階層チョッパー打つんですけど、ここから13階層までチョッパー打ちません。なんと必ず温存してください。理由はね、単純にこのチョッパーのリダフレエンハンスがあるんですけど、これがないとシェヘラザードドラゴンが詰みになってしまうんですね。だからシェヘラザードドラゴン対策で必ずこのチョッパーは13階層までここから温存します。消せない回復は、覚醒無効回復は普通に殴り合いで耐久していきます。まあでもそれができるのがね、ロイヤルノーチャラスの強いところでもあるからね。でここもカーズ打って殴っていきましょう。はい、L 字組みながらの10コンボです。これでワンパンしていきます。そうてかね、シヘトラがやばいの。超根上時ね、リダフレを 99% 攻撃減少してね、自身が 99% 立てはるからね、もう長寿力まで含めたら多分200万分の1ダメージ障害になるのね。あれか入んないんだよね、この対策でって感じだね。でここは消せない回復は3ターン耐久していきます。必ずねパティ先打ちからのロイヤル、はい、で木のエルで倒していきましょう。こうね、こうでしょ。これで木のエル2セット含みながらの12コンボ組んであげて、木の火力でワンパンしていきます。 OK、 ワンパンできなかった場合2パンで大丈夫です。さあ5回、そうここはロイヤルノーチャラス打って殴っていきます。トゲドロップは普通に避けてください。痛いです。こんな感じで殴っていきます。言うてなんて言うんだろう、こいつ HP めっちゃ低いんで、こんな感じですぐ半分まで削れるんで、サコロの軽減ありの状態でしっかり攻撃受け切りましょう。でも正面自動回復が強いんで、自動回復任せで耐久していく編成です。軽減ループ入れる入れないは好き嫌い分かれると思うんだけど、もう僕は絶対に入れる派。トイレ入れないとめんどくさい。やっぱどうしてもね、道中とかも軽減ループがあるだけでかなり余裕ができるので、僕は軽減ループを入れて立ち回っていくタイプの人です。はい、ここも倒していきましょう。 OK、 でこのトゲもしっかり消しながら殴っていきます。6回、そうここはカーズ打ってあげてもいいんで、このまま殴っていきましょう。はい、まずはロイヤルノーチャラス打ってからカーズ打ってあげて4コンボ加算です。はい、であとは水 L 字含みながら殴り、やばい、これでいいわ。なんならこれプラス1コンボ加算もあるからね。そう、このまましっかりワンパンしていきましょう。これはロイヤルの力で突破です。ここら辺も余裕ですね。このまま倒していきます。さあ続きまして7階、そうここはね、どっちが来ようが基本的にめんどくさいってことだけは押さえておいてほしい。こいつはね、まずロイヤル打って1ターン耐久します。はい、でからのもう1ターン耐久で、これで突破していきましょう。パティ打ってあげて、ロイヤル打ってあげて、チャコル打ってあげて、カーズ打ってあげて、で水のエルジ含みながら倒していきます。
こんな感じ。水のエレジュ含みながらの全力コンボ組んでいきます。はい、11コンボ12。さあこれでしっかりとワンパンして倒していきます。 OK、 水エル含んで突破です。76番面は1ターン次に持ち込んじゃって OK です。8回そう、ここで76番面解消してからワンパンしていきます。どっちみちカード貯め直す必要あるからね。耐久していきましょう。やべ、うわ最悪、ミゼールミスってるじゃん。ミゼールだけはねミスらないように注意してください。うわめんどくせえ。倒せ、アイス、危ねえ。これあれだね、フレンドのキラーが乗ってくれたおかげで倒せましたね。まあただ本当にパズルミスだけは本当に注意です。この編成結構起きやすいので。はい、でロイヤル打ちましょう。ロイヤルとカズ。ちなみに余談なんだけど、リーダーとフレンドの場合この編成当たり前だけどフレンドの方が火力かっています。はい、まあ、当たり前ですけどね。なので火力欲しい時は必ずフレンド側を使うようにしてください。今回とかの場合は逆にリーダー側の方が良かったりします。これリーダー側でも絶対抜けるんで。はい、これで16コンボ組んで倒していきましょう。 OK で、アイアンマンも溜まったんでいい感じですね。でもしこれ闇イザナミの場合はアイアンマンすごい溜まりづらいので、まあ12階層とかで耐久してあげてもいいんで、ちょっと耐久しながらっていう意識になるかなと思います。おい、ミスったって。 OK、 じゃあパティ打ってあげて、ウェルノーチャラス打ってあげて、めっちゃいいじゃんこれ。1ターン待ってから突破がなんなら安定だな。これでしっかりと水のエルジュ含んでパティの属性吸収無効で突破していきましょう。14コンボです。さあこれでワンパン、 OK 突破。さあ続きまして11階層、バースおじさんはねどうしよう。まあ、ここ別にカーズ打って突破狙ってもいいけどな。チャコル打ちましょう。とりあえず 3.25 だもんね。盤面は絶対無理だしな。カーズ打ちますか。じゃあここね、まあ一応ねカーズ温存した方が偉いです。であと死んでもワンパンしてください。それぐらいかな、言っとくべきことは。死んでもワンパンです。これちなみにガチね、何が何でも絶対ワンパンしてください。ここもし殴るんだったら。なのでもうこんな感じでとにかく全力コンボ組んであげてワンパンしていきます。半分時覚醒無効飛ばしてくるんで、この遠征チョッパーとして使わないんで積みます絶対に。だから注意。で火はカーズ溜め直してから突破です。トゲ目覚めがうざいはず確か。こうだね。これで回復運ゲシ含みながらのカーズのダメージ無効貫通含んで12コンボ13、14、15、16。さあこれでぶっ倒していきましょう。 OK 突破です。さあ続きまして13階層です。誰が来るかなんだけど、千里ドラゴンはカーズため直して突破していきます。ここは普通に耐久していくだけ。チェーンクラウンでカーズため直していきましょう。はい、であとはロイヤルカーズで倒していきます。もういいわ、もういい。はい、どうせ次先生ないしね、何でもいいよ。勝てばいいんだよねそもそも。これでいいわ。みんな知ってる、勝てばよかろうなのだっていう言葉。勝てばいいんだよねこのゲーム、トゲとか関係ないから。はい、もうこれでワンパンしていきます。 OK、 続きましてボス1段階目です。ここはシェヘラザードドラゴンの場合は絶対に突破前にアイアンマン打っててカーズが温存できてるはずだからカーズを打ちます。でその他2体の場合に関しては、まあ、こんな感じでチャコルロイヤル打ってあげてチョッパー打ってヘイストからのカーズ打ちます。で4コンボ加算入れてあげて殴っていきます。
まあ、不安だったら、両側打ってあげて OK ですが、この編成は当然片側で倒せるように調整してあります。あとは本当にコンボ数だけ注意してもらえれば大丈夫なんで、これで15コンボですね。 OK、 15コンボなんでこのままワンパン可能です。こんな感じで倒していきましょう。はい、続きましてボス2段階目です。ボス2段階目はね、溜まり次第カーズ打って殴っていく感じになります。どんな、ちょっとあんまね、俺も立ち回りイメージできてないんだけどね、まあ、とりあえずロイヤル打ちましょう。ちょ、これ俺の思う立ち回りやってみていい？まず1回1コンボ組みます。あのこれ、あ、ちなみに俺が組んだ編成ね、俺の思う立ち回りっていうか、まあ、いつもねここね何ターンもかけて倒してたんですけど、ちょっとあんまり強くない気がしたんで、あ、このしょうもない落ち込みマジでやめてほしいよな。これ時間の無駄なんですよね、めっちゃ。はい、でこの暗闇のターンでロイヤルカーズで殴ります。はい、そうだね。でこのカーズ打ったターンに L 字全力含んでまず一発殴っていきましょう。うん、これで殴り OK で、こっから3ターン耐久なんだよね。3ターンってか2ターン耐久。はい、これで耐久、指現象食らうんだけどここもロイヤルで耐久。そしたら次覚醒無効とあれが飛んでくんのね、これ。そうで、このタイミングに合わせてチョッパー、ロイヤル、カーズ、まあ、チャコロも打ってあげて倒しきります。この突破方法良くない？普通に。これでしっかり L 字含みながらの10コンボ組んであげて14コンボ。さあこれでしっかり2パンして倒していきましょう。 OK。 さあ続きましてボス2段階目です。でここは基本的にカーズ使って殴るんだけど、パティのアシストが溜まった場合パティのアシストもしっかり火力になってくれるんで、パティのアシストも利用しながら殴っていきます。はい、でボスに関してはね、まずはロイヤルからのカーズ、これで殴っていきましょう。実はさっきね直撮り動画撮ってたんだけど、あまりにもちょっと俺の立ち回りが納得できなくてちょっと撮り直してきました。これまだから実質的なテイク2なんだけど、よろしくお願いします。でボスはまずねカーズ溜まり次第カーズを打っていきます。でとにかく注意してほしいのが、あのトゲドロップですね。トゲドロップ気抜いて触りまくってるとすぐ死にます。これ1回につき 2% 減るんで、50回触ったらもうこの時点で 100% ダメージ食らってしまうんですね。自動回復が追いつかなくなってしまうことが多いので絶対注意してください。でここもこんな感じでひたすら耐久していきます。で溜まり次第カーズ打ってあげて殴り、トゲドロップが少ない時に殴るのが一番おすすめです。とにかくトゲ気をつけながら殴っていきましょう。もうほんとこんな感じでトゲにだけ意識向けとけばいいです、マジで。であとはもうこのままちょっと水の L 字を含んであげて半分まで削っていきましょう。これでもね十分半分まで持っていけますので、16コンボ組んであげてこれで半分まで持っていきます。とにかくトゲドロップにだけ注意です。トゲにだけ注意してれば大丈夫で、半分時はチャコロの軽減があればそんなにダメージ食らえません。だいたい146万ぐらい、ただトゲが出るので注意です。でここベルダンディ打ってあげてもいいです。ベルダンディ打ってロイヤル打ってあげて殴っていきましょう。でベルダンディ打つ際は一応ね、あの水ドロップをルーレットから作ってあげられると強いです。で回復消し入れてはいるんだけど、これさ HP も増えてるからトゲドロップのダメージもやばいことになってるのね。ほんとこんな感じでトゲ消しまくってると死ぬんで、ちょっとガチ注意です。これ本当に痛くてユーコロさんそれに気づいてここでパズルやめてますね。これはちょっと偉いわ。まだこれだったらギリギリ全然大丈夫ぐらいなんだけど、本当に油断してるとすぐ死ぬんで
トゲはね、とにかく安全に扱ってください。もうなんならトゲ消すために1ターン2ターン使ってあげていいんでね。この辺でチャコル軽減ループがあればボスの攻撃ずっと受け切れるので、トゲに触れてない限りはトゲにだけとにかく注意です。でベルダンディ継続してるんで、このままもう一発殴っていきます。発狂に入らないようにだけ注意してください。まあ、一番確実なのはもうこんな感じで、まず1回殴ってから木の L 字とか含まずにもう水の L 字だけでもう一発殴ります。はい。であとは1ターン耐久してからオークを使ってカーズ打って倒すって感じ。イメージでこれ見てもらえれば分かると思うんだけど、こんな感じでもう1ターン耐久します。でからのオークとカーズを打ちます。こうしてあげると水の火力が確実に入るので、絶対に発狂と食らわなくて済むかなと思いますので、おすすめです。はい。であとはこのままぶん殴っていきましょうという感じの編成になっております。まあ、ということで今日はですね、ロイヤルオークを使った編成を使って強調チャレンジを攻略する動画でした。まあ、オーク自体が弱いわけではないんだけど、このとにかくトゲドロップの扱いが難しいんで、そこだけ注意しながらやってもらえれば、まあ、問題なく勝てるかなと思いますので、ぜひよかったら挑戦してみてください。じゃあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。一応ラストにタイムだけ紹介して終わろうと思います。はい。まあ、結構これね、ゆっくりやったとしても23分台ぐらいです。でも早くやれば20分ぐらいでクリアはできますが、それでもウルトナに比べれば遅いんで、そこはご了承いただければなと思います。ぜひロイヤルオーク引けた人は頑張ってみてください。間違いなく強いキャラであることは確定していると思います。ということで、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。